進入幕なり3対3スタートしていきました。わずかに1コース1号艇のブス島がスタート先行、そのままリードしながら1マークに向かって3号艇5号艇外を攻める勢い、2号艇の太田が差しに向けましたが抜けてきた1号艇のブス島、そして2番手は2号艇の太田。今お気持ちいかがですか？そうですね、まあ、ほっとはしてますね。はい、レース前にこう、はい、ボートに乗り込んだ後こうじっと目をつぶるようなシーンも見えたんですけれども、はい、何か考えながら。いや、もう集中してました。あ、そうですか。はい、今後、明日に向けてはどんな調整をお考えでしょう？まあ、今のレースで少し見えたところもあるので、まあ、その辺を少しいじりたいなと思います。はい。ではですね、最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、明日も頑張ります。内から1番、2番、6番、5番、アウト3番、4番の並びです。スタートしていきました。1コース1号艇の畑がトップタイミング、わずかに除いて 1CM 第1ターンマークの攻防です。先に回っていった1号艇の畑、6号艇の赤岩まくり差しで2号艇の上条差しとの競り合い、インコースが2号艇の上条、アウトコースは6号艇の赤岩、接戦の。率直なお気持ちどうですか？ほっとしてます。はい。自分との戦いだとおっしゃっていました。ちょっと戦ってきました。はい。はい。畑選手ね、昨年10月のダービーでは1号艇で悔しい思いもありました。はい。もうそのことは考えました。そうですね。勝手に自分の中であの時のリベンジとか思いながら、はい、行ってきました。はい。ここはしっかり果たしました。はい。明日ですね。はい。はい。明日はどんな思いで臨むでしょうか。そうですね。まあ今日も何とか自然体で臨めたと思うので、はい。明日も。このメンタルでいきたいなと思います。はい、では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、明日も一層入魂頑張ります。応援のほどよろしくお願いします。誰も動きません。定番通り前提スローとなっています。風は現在北西の風1メートル。スタートラインに対して左横風微風のコンディションです。準優勝戦最後第11レース、枠なりオールスロースタートしていきました。さあ、内野3艇がわずかにスタートを除いて出ていくのはインコース1号艇の遠藤です。まずは1号艇の遠藤が運ぶ、2番3番外を行く格好、4号艇の前田が差して2番手争い内を取っていきますが、抜けてトップに1番の遠藤です。想像を絶する緊張感だったと思います。はい、レースを終えられて今のお気持ちいかがでしょうか？そうです。本当にホッとしてます。はい。明日優勝戦に向けてもう船足はもう満足して臨めそうな感じですか？そうですね。はい。もうエンジン信じていきたいと思います。はい。そして精神面ではどうでしょうか？もういい緊張感とはい、集中力ではい、いきたいと思います。はい。では。明日に向けてファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、明日もしっかり逃げます。応援してください。